にスイングを行いましょう。プロゴルファーの奥山です。今回は最低限家でやってほしい練習方法についてお話ししたいと思います。なかなか練習場に行けない人はいると思うんですけれども、全く練習しないのはあまりゴルフにとって良くないので、せめても家でできる練習方法を紹介したいと思います。それは家でゆっくり素振りをするということです。ゆっくり素振りをすると自分の動きがどうなってるのかというのがはっきりします。素振りをして速いスイングでこのように振っていても、どの部分がどうやって動いているかっていうのがなかなかわからないと思います。なので、ゆっくりスイングをすることで自分の足がいつどのように動いているのかがよくわかります。そしてヘッドがどこへ抜けていくのかというのがイメージつくと思います。ここから少しずつ動きます。このようにテイクバックしますね。そしたら切り返し、左足リード、左足が動くから手元が下ります。で、だんだん手元が進んでヘッドが走る、そしてゆっくり起き上がる、最後は左足一本で立つという意識です。横からいきます。テイクバック、ヘッドと体が同時に動く、そしてトップに行きます。そしたら切り返しが足から動きます。そして足を動かしてここまで手来てヘッドが動いていきます。で、ここでヘッド走ります。そして足リードしてクラブが振られてフィニッシュまで来る、こういうイメージです。こちらからいきますね。ここから少しずつ動きます。で、ハーフウェイバック、そしてトップに行きます。ここから左足が動くから手元が降りる、そしてヘッドが走ってくる、で、左足リードにつられてクラブがフィニッシュまで来る、この意識をしてください。手打ちの人はこうなりますね。こうやってテイクバックしてこのトップまでいい位置に上がったとしても、こっから先に手が下ります。このように、で、インパクトがアドレスと一緒になります。で、そうすると上半身の方が速いから前に突っ込んでこのようになります。こういう動きになってないか自分で確認してください。ゆっくり振ると自分が早く手を動かしていることに気づくと思います。しっかり左足リードになっているかというのを、このトップの位置から左足が動くから手が動かされる、で、ヘッドが走る、で、こういう大きいフォローになりますね。で、そのまんまヘッドが走ってフィニッシュまで行くと、こういう意識をしてください。ゆっくりスイングをして自分のスイングの確認をしましょう。鏡なんかあると余計いいですね。鏡で僕のこの YouTube のこのゆっくりスイングの位置と一致するか、それを確認してください。明らかに下半身が回ってないとか、頭が動いてるとか、右に体重残ってるとか、こういういろんな悪い部分がチェックできると思うので、皆さんゆっくりスイングを家で試してみてください。